佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、こちらのリーホリックで春服を購入しました。イエーイ。はい、というわけで今回はリーホリックでお買い物したんですけども、私はですね、基本的にリーホリックの店舗でお買い物することが多くて、今回は動画で初の通販で購入したものたちをご紹介しようと思います。もうね、めちゃくちゃ可愛いものが勢揃いで、韓国ファッションは最高ですね。てか春が特に可愛い、春と夏が特に可愛い。全部ね、実際に着て紹介しようと思うので、どんな感じかなとかね、参考になればなと思います。では早速スタート。まず1点目こちらです。じゃーん、私が今着ているんですけども、これもバリバリ可愛くないですか？やばくない？首元のこの部分にリボンがついているんですよね、白いリボンで、ドット柄になっていて、でここの肩の部分になんか天使の羽みたいな感じでふわふわってついてます。結構丈は長めというか、うん、腰よりは全然下の長さですね。なのでインして着るのが可愛いかなと思います。はい、こんな感じ、ドット柄でね。注目してほしいのがここ、この袖の部分見て、ここね、わかるかな、プリーツになってるんですよ。ここは別に普通なのに、ここプリーツになってるんです。でここがキュッてなってて、このね、袖のボリュームももう可愛い。でこの後ろの部分、ここまでね、フリフリがついてます。襟がないタイプのブラウスとかすごい可愛いなって思ってて、でシンプルにこのさ、細いリボンが上品じゃない？ちょっとだけシワはできそうな気もするようなブラウスではあるんですけれども、まあ使い方をこう粗末に扱わなければというか、そういう感じにすれば全然持ちはいいのかなと思います。しっかりとね、おしゃれ着用洗剤で洗ったりとかだったり、あとはもうクリーニングに出したりとか、まあ、そういう風にやるのが一番いいのかなと思います。甘さというかそういう要素が多めではあるんですけど、合わせ方によってはこうカジュアルに着れたりとか、デニムパンツとかに合わせたらめっちゃ可愛いと思うんだよね。このプリーツのデザインがなんか甘さにプラス上品さを加えてる気がする。うん、でシンプルな白にしたので、グリーンのスカートだったりピンクだったりとか、あとはブルーのパンツとか合わせても可愛いし、なんかすごいカラフルなものに合うので使いやすいかなと思います。通販でゲットできるのでぜひチェックしてみてほしいなって思います。そして次こちらです。じゃん、またまたブラウスなんですけども、私は春使える黒のブラウスが欲しいなと思っていて、こちらのブラウスを購入しました。これもね、黒だからね、デザイン分かりにくいかな。ね、アップで見てもらうと分かると思うんだけど、ほらこんな風にフリフリがついてます。やっぱここのフリフリなんか好きこれもやけどさ、これも同じような感じでフリフリがついているんですけども、胸の部分は V になっていますね。はい、でこのここに横にはフリフリがついていて、でこの胸の下というか、その V のところのもう真下からふわっと広がっているんですよね。わかりますかね、デザインが、ここの下からふわっと広がっているデザインになっていて、で袖はこんな感じですね。袖のデザインはめっちゃ普通です。至ってシンプルなんですけど、ただねこれね、今こう直接見て生地感とか触って思ったんですけど、少しねシワができやすそうな生地だなと思います。このドットのブラウスよりもさらにシワができやすそうな生地ですね。なのでちょっと心配ではあるんですけど、まあアイロンとかね、どうにかかければ問題はないかなと思います。じゃあこれも実際に着てみないとわからないと思うので、着ていきたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。ここの部分ね、もうちょっと空いてるのかなと思ったんですけど、意外とそんなに空いてなくてよかった。中のここら辺までのインナーっていうのかな、なら全然見えないので問題ないかなと思います。ちょっと可愛い、見て、こういうさ、なんかエプロンみたいな感じの服、私めっちゃ好きなんですよね。春とかすごい着たくなるんですけど、ほらフリフリフリってついてて、でここのね、もう胸より全然上でした。上からこうふわっと広がっているようなデザインになっています。で丈も結構長めで、これはね、あれに合わせたいな、私は細身のデニムパンツとかスキニーとかに合わせたいなって思います。うん、どっちかというとパンツスタイルかなとは思います。今日の動画多分可愛い連呼しまくりだと思うんですけど、申し訳ありませんが本当にね、本当になんかわかる、可愛いんよ袖の部分もさっき言った通りシンプルですね、うん、ちょっとね丈がまあ若干短いなっていう印象ではあるんですけど、問題ない、気にするレベルでもないですね、まあ、これから涼しくなるだろうし、ちょっとこうやって腕曲げてさ、こういう風に着ても可愛いやん、わかる？こうあえてさ、七分じゃないけどちょっとこう腕まくりして着るのも可愛いし、結構甘々なデザインではあるんですけども、でもなんか下の合わせ方によって商品に持っていけたりとかもするしね、いいね。
生地がシワがつきやすいようなね、こう生地な分すごい涼しげです。なので私これ夏でもいけそう。正解、買ってよかった、これ正解だわ。はい、そして次こちらです。じゃーん、またまたトップスなんですけども、こちらのトップスを購入しました。シワシワのトップス、はい、デザインが。で、これはね、もう生地もトレーナーとかと同じような生地でございます。なんかちょっと薄手の涼しげなデザインだから、うん、これからの季節にぴったりかなと思います。このさ、下のふわってなっとうの良くない？で、これもさ、下ふわってなっとちけど、これも下ふわってなってて、で、ここの部分はね、こういう風にクシュクシュクシュってなってて、すごい伸びがいい、超伸びるデザインになっております。はい、でももう袖はトレーナー、なんかこれ一枚で可愛さとカジュアルとあと上品さをミックスしたようなトップスだなと思って、もう即買いですよ。で、色味がこれからのね、使えるラベンダーカラーということで、これもね、着てみないと想像湧かないと思うので着ていきたいと思います。はい、着てみました。こんな感じでございます。ここら辺ね、すごい伸びがいいので、ゴムが入っとうけん着やすい。かわいいです。正解です。やっぱりこれも買ってよかった。肩の部分もここら辺までシワシワあるんですけど、こっからストレートになってるので、こうちょっと切り返しっぽいじゃないですか。だから肩周りもわりかしスッキリして見えるし、なで肩の方とかでも着やすいのかなと思います。なんか私思ったのは、この服胸が大きく見えるかもしれないなんかそんな感じない？なんかここまでやっぱフリフリフリってなっとうけん、なんだろう、横ラインもあるし、なんか膨張して見えるんかな。でもここでキュッてなっとうけんメリハリついとるやん。やけどこれなんか胸大きく見えん勘違いはい、でここのフリフリの部分こういう風になっていて、これもまた細身のスキニーパンツだったりとか、そういうものに合わせるのが一番合うのかなと思います。でもあえてワイドパンツとかでも合うのかな。これ一枚でおしゃれ感出るやん。私そういうトップス大好きなんですよね。さらっと着てすごい楽なのに、これ一枚ですごいおしゃれしてる感が出るっていうようなトップスが大好きで、韓国のデザインってそういうものがすごい多い。一つのトップスでもこういう風にね、こういうデザインと、あとこういうデザインと、あとはここのなんかこうカジュアルなデザインとかが、こういろんなデザイン、細かいデザインがこう集結しましたみたいな服やん伝わるかいななのですごい好きです。可愛らしい、可愛らしいね。女性らしさもありつつ、カジュアルさも兼ね備えている、兼ね備えているのでいい。もうさ、全部可愛すぎてほんと無理、早く全部着たい。体1個じゃ足りんね。はい、このトップスはこんな感じでした。次こちらです。じゃーん、はい、こちらなんですけども、これはワンピースでございます。こういうワンピースを買いました。グリーンっぽいような黄色っぽいような、こうレモングラスって感じの色なんですけど、首はそんなに広く開いてないタイプですね。で、後ろでこうボタンが1個ついてて、ここで留めるタイプになっています。で、この肩の部分にここにね、ちょっとこうふわっとしたような感じに肩がなっていて、で、袖はこうなってます。これね、ちょっとシワつきそうなデザインやね。もうシワは我慢するしかないんよね、ほんと。韓国ってやっぱお値段が安い分、生地がね、すごいシワつきやすいものも多いので、そこは仕方ない部分ではあるな、うん。で、ウエストの部分ここですね。ここの横に紐がついていて、これでね、キューってウエストを絞れるようになっています。で、割とロングタイプのワンピースなので、これも丈感とか実際に着てみてご紹介しようかなと思います。はい、着てみました。こんな感じです。ちょっと縦にしたんですけど、あとまだウエストを絞っていないです。あの首元はね、こんな風になっていて、この袖の部分はこうなってます。すごく上品な形やね。絞らなくても可愛い。この丈ですね。丈は、私のお膝がここにあるので、足首とふくらはぎの間ですね。うん。足首よりは全然上。まあほんとふくらはぎぐらいかなと思います。で、これでも可愛くない形。てか色味がいいね。最高。じゃあこれ絞っていきたいと思います。キュッと絞って。このウエスト絞るのがちょっとだけ難しい気がしますね。はい。こうバランスよく絞れるようにするのが難しい。はい、こんな感じ。ちょっとね、軽く絞ったんですけど、こんな風になります。パッと見シンプルなんですけども、形とか、あと横のリボンだったりとか、そういうのがすごく可愛いです。で、上にライダースとか羽織っても可愛いし、まあそのままでも全然1枚でさらっと着れますね、春は。すごくいい。わあ、お花畑に行きたくなるような感じのやつ。草原って感じ。はい、というわけで今回は D-HOLiC の通販で購入したものたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。春服って可愛いし、めちゃくちゃテンション上がりますね。もう終始可愛いしか連呼してなかったんですけども、本当にね、可愛い商品でお手頃価格のものがたっくさん
さんあるので、ぜひ皆さんもチェックしてみてほしいなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がよかったよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。